株式会社リンクは日本の格安航空会社設立準備会社。主要都市と近距離の地方都市とを結ぶリージョナル LCC を目指すとしていたが、資金調達の目処が立たず就航を断念した。2012年4月5日に設立し、同年10月5日に ATR 社製の ATR72 から600型機を3機導入すると発表。 日本において ATR 社製航空機の導入は当社が初となる予定だった。巡航速度はボンバルディア社などのリージョナルジェットに若干劣るものの短距離のフライトをメインとしているため影響が小さくリージョナルジェットより2割から3割軽い重量で飛行可能であることからターボプロップの同機種を選定したという。計画では福岡空港を拠点として九州 四国、中国、関西方面や近距離国際線に就航し、運航初年度から営業黒字化及び、就航2年目での上場、3年目での株主配当実施などを経営計画として掲げていた。しかし、同年7月16日に上場は計画よりも遅れる可能性があると表明した。また、当初の計画では2013年10月に就航する。 予定であったが、従業員の教育や機材の導入が遅れている関係で2014年3月に延期となった。機内では一般的な LCC と差別化を図るため飲み物や基本的なサービスは無料で提供する方針であった。北九州に拠点を置く航空会社のスターフライヤーが業務支援を行うと発表していた。2013年12月10日。 就航に必要な資金が調達できず、自己破産を申請する方針であることが明らかとなった。目標金額の23億円中、9億6000万円しか調達できず、従業員100名も12月9日付で解雇した上で事業への参入を断念した。福岡、宮崎線、松山線と北九州松山線は2014年3月から就航開始予定で、 北九州、宮崎線については3期目が導入された時点で、就航する予定であった。自己破産により実際に受領は行われなかったが、1号機、及び2号機は、機体製造拠点のあるフランスにおいて、リンク仕様の塗装が行われ、テスト飛行も完了しており、JLHLK、j l 2 l k という機体記号で登録される予定だった。 計画では2013年11月以降2機を順次受領し、その後2014年4月頃に3期目を受領することになっていた。受領がキャンセルされた機材は ATR で一旦保管された後、現在は2期ともスカンジナビア航空で運航されている。ありがとうございます。